ソニックシンリケートはスウェーデン出身のヘビメタルバンドバンド活動初期はツインボーカルのスタイルでメロディックデスメタルを演奏していたが徐々にモダン化しメタルコアやオルタナティブメタルへと音楽性を転換した近年ではメタル以外の楽曲も存在する現在はポップロックな音楽性で活動している2002年にリチャード ロジャーのスンネソン兄弟二人と彼らの重邸のロビンの計三人を中心に結成。結成時は、フォール・ニエンジェルズというバンド名だった。結成後、でも CD を三枚作成し、2004年12月にピボタル・ロックコーディングと契約した。その際、バンド名を現在のソニック・シンディケートに改名。2005年にファーストアルバム、エデン・ファイヤーをリリース。2006年、 ニュークリアブラストが主催したバンドコンテストに参加し、勝利を収め、同レーベルと契約。2007年にセカンドアルバム、オンリー・イン・ヒューマン、翌2008年にサードアルバム、ラブアザー・ディザスターズをリリース。その後、ローランド・ヨハンソンが脱退し、ネイサン・ジェイ・ビグスが加入。2010年にフォースアルバム、ウィルール・ザ・ナイトをリリース。同年中に、 バンド創設メンバーの一人、リチャード・スンネソンが脱退した。ローランドとリチャードを中心に、ジアンガイ・デッドが結成され、ロジャーも参加する。2011年9月11日、ロジャーがインタビューで今回以降ソニック・シンディケートの活動を休止することを発表した。2012年5月7日、活動休止中ながらライブに出演した。同年6月には、 創設メンバーのロジャースンネソンが脱退した。公認は発表されていない。ロジャーはジ・アンガイ・デッドに専念するようになる。2013年に活動再開し、新アルバムのレコーディングを行うことを発表。2014年7月4日、フィフスアルバムソニック・シンディケートをリリース。同アルバムに収録されているビフォー・ユー・ファイナリー・ブレイクでは、 ソイルワークのビオン・スピード・ストリッドがゲストボーカルとして参加している。2015年8月7日、カリン・アクセルソンが脱退し、デグレイデッドのミシェル・バール・ゼーンが加入した。2016年、スウェーデンのデスポッツ・レコードと契約したと発表された。同年7月には、ジョン・ベンソンの脱退が発表された。その後に、新アルバムのレコーディングを行い、10月14日に、 シックススアルバム、コンフェッションをリリース。a b c d ソニックシンジケート、ソニックシンジケート、キューブミュージック2016年2月27日、閲覧。ABC ソニックシンジケートレビューズ、ミュージック、ニュース、スプートニックミュージック2016年2月27日、閲覧。ソニックシンジケートポーザー。2011年11月18日、閲覧。 h t t p w w w m y s p a c e c o m s o n i c a t e そのくしんりけいと。 ブログ、5億4587万 6390http コロンスラッシュスラッシュ www.youtube.com スラッシュウォッチ ?v イコール QJCS60 ほほ QI 2013年7月27日、閲覧。ソニック・シンジケート、本日リリースのセルフタイトルのニューアルバムを、YouTube 上にて、全曲公開。激ロック。 http://gekirock.com コロンススララッッシシュュスラッシュニューススラッシュに0 1 4スラッシュ07スラッシュソニックシンジケートホールストリーミング PHP2015 年8月13日閲覧ソニックシンジケート7月にリリースするセルフタイトルのニューアルバムの詳細が明らかにスピード参加曲も収録劇ロック http://gekirock.com コロンススララッッシシュュスラッシュニューススラッシュ2014スラッシュ04スラッシュソニックシンジケートショートトンアルバム PHP2015 年8月13日閲覧ソニックシンジケートカリン・オキシルソンが脱退しシンベーシストとしてディグレーダドのミヒエル・ brzn が決定最新アルバムより ディアボリカルワークオブアートのメガボルト公開。激ロック。http://gekirock.com スラッシュニュ、はいね ok. ーススラッシュ2015スラッシュ08スラッシュ sonic-syndicate カリンリムーブ、php2015 年8月13日閲覧。ソニックシンジケートサインズレコーディング、パブリッシングコントラクトウィズデスペッツレコーズ ミュージック。ソニックシンジケートオフィシャル Facebook 2016年8月28日。閲覧。ソニックシンジケートアレインザスタジオレコーディング。ソニックシンジケートオフィシャル Facebook 2016年8月28日。閲覧。ありがとうございます。